ロシアのフィギュアスケート界で皇帝と称されるエフゲニー・プルシェンコ氏がアスリートに向けて軍事訓練に参加するよう呼びかけている。プルシェンコ氏は蜜月関係にあるプーチン大統領が発した部分動員令を再三にわたって支持する姿勢を表明しており、自身も招集令状が届いた際には喜んで応じると語っている。そうした中、ロシアメディア SM ニュースはエフゲニー・プルシェンコがアスリートは軍事訓練を受けるべきだと語ったと報じた。プルシェンコ氏は、普段鍛え上げているアスリートこそ積極的に軍の戦力になるべきだと主張、我々やアスリートは軍事訓練をする必要があるなら、私たちは行かなければならない。これは、ある種の必要性があることを意味している。そこには、我々、社会がまだ把握していないニーズ、前提条件があると持論を展開した。そして、大丈夫だ。我々が本当に男なら、行かなければならない。訓練のために私は強調する。そして、彼ら、軍は君たちに何をすべきかをちゃんと教えてくれるだろう、とプルシェンコ氏は熱弁を振るう。部分動員に関してはロシア国内でも賛否両論渦巻いており、プルシェンコ氏によるアスリートへの呼びかけは波紋を呼びそうだ。